はい、ふーちゃんです。これは春菊です。これも大きさがちょうどいいので収穫してみたいと思います。本当はね、もっと綺麗に切るんですけども、こんな感じで、生でサラダで食べれるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ご視聴ありがとうございます。